黒沢。やっぱりお前が来たか。つくづくお前らは期待を裏切らない。感動するぜ。真島はどこにおるんや。説明せえ。まあそう焦るな。楽しみはこれからなんだからよ。してんねえお前。これでいい。おい、さあ始めるんだ。試合をせんといかんらしい。何やと。俺にはな、桐生ちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。何わけのわからんこと言うとんねお前。こういうことだ。合図をすればすぐにその女を射殺するよう命令してある。これ以上は説明しなくてもわかるよな。貴様、沢村遥の命を救いたいのなら自分の兄弟を殺せ。真島が勝てばその瞬間射殺。二人とも仲良く天国に送ってやる。だが佐江島、もしもお前が勝てばその命助けてやる。何やと。お前は東条会を破門された腹いせに真島を人質に立てこもり殺害した犯人として一生を塀の中で過ごすことができる。無所暮らしは好きだったんだよなお前。この下道が。兄弟、やる気なんか。やらんかったら5万人の目の前で夢が散る。俺らが死んだところで悲しむ人間はそうはおらん。答えは一つや。
そんな体でほんまに俺とやり合うつもりなんか。5分ともたんで。今のお前と俺は力が違いすぎる。お前も言うとったはずや。昔とはちゃう。俺の相手はもうでけへんて。その通り。そやったらなんで。確かに2年前俺はお前の相手ができんかった。それはな、あん時のお前が弱すぎたからや。なんやと。2年前バッティングセンターでお前の戦い見た時によう分かったわ。お前はシャバに出て登場会に戻ったことで牙を研ぐことをやめてしもうた。牙を錆びつかせたら極度はしまいや。せやから俺はお前に引退するよう勧めたんや。引退。そう、お前の波紋状あれ出したんは森永でも青山でもない。あの波紋状は札幌に渡る前に俺自身の手で出したもんやったんや。お前がほんまやったら弱なったお前をこの事件に巻き込むつもりはなかった。せやけどお前の18人殺しっちゅう伝説がそれを許さんかった。兄弟。さあ脱げや。ちゃんと目の前で証明してくれ。俺の親友は光る牙取り戻したっちゅうことをな。やるしかないんや。勘弁せや。兄弟。アホが。ここであの子を見殺しにするような男やったらどのみちわしの方から殺しに行っとったわ。感謝するで黒沢。ん？こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら俺は死んでも死にきれんかったとこや。ほな行くで兄弟。ああ、俺らの最後の喧嘩の花しっかり咲かせたろやないかい。
前より若なっとるやないかい。お前もな、兄弟。どうした？もう終わりか。もっと戦え。お前らがやり合わないんだったら、沢村遥を殺すだけだぞ。出ない。こういうことや。これは